珍しい客だな。どういう風の吹き回しだ、ライデン・メイ。ビクター、客と二人で話したい。し、まだ言うな。当ててみる。そうだな、さてはやっと私の身体検査を受ける気になったんだな。賢い選択だ。あんたにとっても私にとってもこの世界にとってもな。よく考えてみろ。人類の意識が主導権を握る律者だ。あんたは羽の生え揃っていない雛鳥とは雲泥の差がある。あなたのくだらない話を聞きに来たわけじゃないの。それは悲しいな。こちらは心からそう思って言っているのに。ベネベントの古城火事、バレンシアの海洋事件、それにカイロの遊浴時、いずれもヨルムンガンダの記録にある特殊個体よ。あなたが興味を持つものでもあるでしょ。ああ、そいつらは他の人形との接触を拒み、常に単独行動をとっていてな。奴らの思想に不純物が混ざった結果だろう。それが宿主によるものか、他の影響によるものかは知らないが、何せ支配の律者に選ばれた人間は千人もいる。その中に変わった奴が混じっていたとしても何もおかしくはない。そう思わないか。全部あなたにあげる。無論ただじゃない。そうだろ。この3つの特殊個体から千人律者に対するあなたの研究成果が欲しい。これは取引よ。受け入れるか断るか答えて。これほど魅力的な条件、断る理由などないさ。ついてこい。あんたも知ってると思うが、千人律者の能力は支配。他の律者コアの力を奪い支配することだ。奴らの個体は多く、いずれも力が弱い。だが組織として互いに協力し合い、機を伺って行動することができる。全文明起源の大獣律者はそういった支配の力を持っていなかった。まああんたみたいに崩壊と対立する律者もいなかったがな。奴らはまるであんたたちに対抗するために生まれたみたいだ。律者を獲物とし、その力を奪い封印し、そして自分のものにして成長し続ける。でも一つ腑に落ちないことがあるわ。言ってみろ。律者の力を奪うことが目的ならヨルムンガンドが最初に狙われたはずよ。私の他にヨルムンガンドには3つの律者コアが保管されているもの。人形の力をもってすれば組織内部に入り込むことも決して不可能じゃない。でも千人律者はそうしなかった。その上、私が支配劇場に入った時、私のことを予想外の客と呼んでいたわ。その後接触もしてこなかった。矛盾してる。うん、理にかなった推理だな。お世辞はいらない。まずは律者コアに関する質問に答えよう。また私の推測になるが、支配の律者が奪えるのはコアの力であってコア本体ではない。だから奴らにとって容器を持ったコアの方がより高い価値を持つ。容器のないコアだと使える力が限られてるから。その通りだ。完全に使用できないわけじゃないが、誰かが代わりにその代償を払ってくれるなら奴らは喜んでそうするだろう。それなら私は奴らにとって
もっと大きな意味を持ってるはずよ。でも千人律者は最初から私を攻撃するつもりがないみたいだった。私が自ら劇場に入った時も行動がかなり消極的だったわ。今になって思い返してみると、わざと分かりやすい誘導をして私が律者の力を使わないよう警戒心を強めさせたんじゃないかしら。まるである事実を隠すために。奴らは雷の律者の力を奪えない。それがあんたの欲しかった答えだろ。やっぱり支配の律者が力を奪う過程だが、実際は力と力のぶつかり合いに過ぎない。まさに弱肉強食、敗者を自分たちの支配下に置くのさ。しかしもし相手が自分たちよりも強い力を持っていれば、そのダッシュは抵抗され、両者の力比べとなる。そして支配の律者がその対決で負けたら、何が起こるかはわからないが、奴の行動が答えを示唆している。人形一つ一つの力はあまりにも弱い。そんなリスクを背負えはしないだろう。奴らには分かってるんだ。あの半人前の律者たちにはできないが、完全覚醒したあんたなら奴らに勝つ可能性があると。少なくとも今はな。それこそ私があなたのところに来た理由でもあるわ。支配の律者はまだ消えてなんていない。私はそう感じるの。支配劇場は誰も知らないところでまだ存在してる。人形と人形の間にはリアルタイムで情報を交換する未知の手段があって、それを使って感覚、情報、奪った力を共有してるわ。千人律者は見えない糸でつながっていて、それが巨大なネットワークを織りなし、全ての個体、そしてあの支配劇場につながってる。それなら私たちもそのネットワークを利用して奴らの劇場に行けるはずよ。奴らが強くなってしまう前に。ライデン・メイ、私たちは案外気が合うかもしれないな。入れ。ここは？あんたの欲しかった千人律者のネットワークに接続できる装置だ。口で説明するより目で見た方が早いだろう。少し離れてる。あ、失礼。あんたなら怪我の心配はいらないな。渡りガラスの任務報告を見たわ。あんたたちはあのおもちゃみたいな人形と接触した後、支配劇場に引きずり込まれた。そうだな。ええ、そして私たちが支配劇場を出た後、人形は壊れた。接触という行為はある種の信号かもしれない。それなら接触の形を少し変え、さらに回収したコアを通して信号を出力すれば、外部から支配劇場の扉を開くことができる。見えたか？一瞬糸のようなものが見えたわ。あれが空間の隙間だ。まだかなり弱く持続時間も短い。そこでこういったコアが必要になる。前にも言ったが、これらの特殊個体の行動は異常で、集団の輪からはみ出ている。おそらく他の人形も奴らを異常者だと思ってるんだろう。だからこそ細工がしやすく、気づかれることもない。この3つのコアを使えば足りる。2日くれ、完璧なものにしてやる。長すぎる。あんたには分からないと思う。やることがたくさんあるんだよ。隙間の大きさ、位置、持続時間の固定化、それらは一気にできるわけじゃない。時間が必要だ。一日しか待てない。人の話を聞いてたか。ん？ライデン・メイ、
この子は、さっきあんたから渡された時よりも小さくなっていないか。コアが消えてく。おい、何をする気だ。装置を起動して、今すぐに。ダメだ、今はタイミングが最悪だ。唯一のタイミングでもあるわ。この操作台で合ってる。正気か。ごめんなさい、あなたの操作を見て覚えたわ。協力をありがとう、クリオ博士。おい、あんたの体は貴重な実験材料だ。傷をつけるな。必ず無傷で戻ってこい。はあ、まったく。おとなしそうな顔をして、こうも向こう見ずな行動をとるとは。それとも、今の世代の律者はみんなあんな感じなのか。世の中、変わったな。うまくいったわ。景色が前と違う。ここは劇場の外周かしら。招かれざる客、招かれざる客だ。立ち去れ、立ち去れ。ここはあなたを歓迎しない。知ってるわ、歓迎されてないからこそここに来たんだもの。あなたは支配劇場に入る資格はない。他の客を招待しないといけないんだから、邪魔しないで。邪魔しに来たのよ。そんなに慌てて私を追い出そうとしてるのは、私が怖いから。怖い？世間知らずの小娘なんて怖くない。あなたには自分の意見がない。いつも誰かに従って誰かに頼ってる。その律者の力も奪っておもちゃにしてやる。いいわ、やれるものならやってみなさい。支配劇場に他にも誰かいるの？まさか。その顔、もう気づいたんだね。嫌な予感がしてるかな。誰なのか知りたいよね。でも教えない。あなたが律者の力をくれるなら教えてあげるけど、そしたら二人の親友の力を使って彼女に歴史的な再会を味わわせてやる。キアヌちゃん。あ、当てられた、当てられちゃったよ。うっかり口を滑らせた、滑らせた。でも大丈夫、もう手遅れ、間に合わないよ。彼女はもう舞台に上がった。あなたは観客席からただ見てることしかできない。一番大事な人なのにね。むしろ大事すぎて自分の意思も捨てるほどだったのに。あなたの人生には彼女しかいない。彼女から離れたらあなたは何もできない。
けどそれでどうなった？結局のところ彼女は危険な目にあった。あなたは何を守ったというんだ？バカみたいに誰かが敷いた道を歩いて全てを捨てたのに、彼女のために稼げた時間はたったの数週間だった。それなら最初から離れなければよかったのに。そもそも離れていなければ一緒に死ねたものを。よかったよかった。これがあなたの本望なんでしょ？それがあなたたちにできる最大限の悪態なのかしら。大したことないわね。なんだと？あなたたちは最初から一つ勘違いしてるわ。今日に至るまで、たとえ私がそばにいなくても、彼女は強くなることができた。彼女が私のそばにいなくても、私は迷わず進み続けることができた。だって、私は彼女がどんな選択をするかわかるし、彼女も私の決心をよく理解してくれてるから。それは、距離や立場で変わることじゃない。互いを信じ合ってるからこそ、私たちは私たちの選んだ道を歩き続けられる。別々の道を歩むことになった。違う方法で完璧じゃない現状を私たちの望むものへと変えようと思ったから、私たちの旅路はいつか交わる。私のすべきことは最善の姿でその日を迎えること。綺麗事ばかり。当時のあなたはそんなこと一言も言ってない。確かに私たちの別れは急すぎた。今思い返せばもっといい別れ方があったかもしれない。でも何があろうと私は同じ一歩を踏み出す。そうでなければここであなたたちの結末を見届けることはできないでしょう。結局あなたたちはキアナちゃんのこともハイペリオンのみんなのことも知らなすぎた。そして同じように私のことも何も知らない。こいつ前に得た情報と全然違う。人違いだった。あなたたちの情報が古すぎるのよ。それともヨルムンガンド内部に潜入して情報収集するのは怖かった？彼女がそばにいなくてもいいって言ったくせに、どうして彼女を探そうとした？彼女に何かしようとするあなたたちを邪魔しに来たに決まってるでしょ。くそ、私たちみたいな力の弱い律者をいじめて恥ずかしく思わないのか？全然。よくもまあそう潔く認められるな。もういい。幸い千人分の知恵があれば窮地だろうと抜け道を見つけられる。同じ目標のためには犠牲も厭わない。みんなそういう覚悟はとうにできている。刀は鞘から。それが私たちのやり方だ。トカゲの尻尾切り聞いたことない？ここを支配劇場から切り離す。そのまま現実に戻るといいよ。あなたがどれほど強い力を持っていたとしても彼女のもとには行けない。あはは。小細工ばかり。褒めてくれてありがとう。それなら相応の代価を支払う覚悟もできてるわね。おや、怒った？怒ったよ。他に方法はない。ここで全力を出さないと。絶対の自信はないけど、それは向こうも同じはず。おそらくチャンスは一度きり。
タイミングを見極めて仕掛ける。今私たちを攻撃しても意味はないよ。でも痛いのは嫌だ。だからこれ以上戦うというなら私たちも最終手段を使うしかないよ。最終手段？お楽しみに、お楽しみに。